線沼から届いてた玄関に積まれた荷物段ボールにカバン袋にギター大切な宝物プチプチに包まれた CD まっすぐなガムテープ送り主の愛情が荷物に降り注がれてましたアイロンかけられて畳まれたコンパクトに整理されたいただいたお土産になることを願ってこれからもマウンテンマウスは一生チャリティーライブをして一生東北のみんなをちょっとでも元気づけていけたらいいなって思ってます。荷物が愛でいっぱいという曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、その気仙沼でご縁がありまして気仙沼でライブするときに私たちは周防大島からやってきたんですけど同じ大島っていう場所があってその大島にすごい縁がある大島だけちょっと行ってみようっていうので行くと水上富士山という素晴らしい作詞の方が詩を残している方がいてですねその詩とマウンテンマウスがメロディーをつけて曲を作って子どもたちにたくさん耳に残ってもらおうっていうのを活動をやってます。で今大島も橋がなくって船で行くけ物資もなかなか届かんっていうので一番家族とか子どもたちが言う言葉がですねたくさんの写真がもうなくなってしまったおじいちゃんおばあちゃんの歴史も全部なくなってしまったじゃけ一人でも多くおばあちゃんおじいちゃんの笑顔の写真を撮ってほしいですって子どもたちがなんか言っているらしいんですね。でそれ聞いた時たまげてなんかもうすごく感動したんですけどその水上富士山が作った曲で手と手をつなごうっていう歌があります。地球みんなが一つになろうという曲です。聴いてください。地球を取り巻いているんだ。ラン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 。
マウンテンマウスのメロディーをつけました。はい、続いてはですね、野球少年の歌を歌いたいと思います。はい、それでは東北楽天イーグルス公認応援歌にもなっている野球少年歌を歌ってもらいます。みんなでホイホイいきます。それ関東でイチローだって少年時代は野球選手目指してた少年の中の一人だった。野球の大好きな少年よ、はいはい、21世紀を生きる新たに送ります。マウンテンマウスより練習毎日してますか、はいはい、素振りは毎日してますか、はいはい、走ろう